はい、どうもサッカンです。はい、どうも大地です。はい、今回も、兄弟でやっていこうと思います。はい、今回はファミスタ64をやっていこうかなと、はい、思います。ファミスタシリーズあんまりやったことなくて、というかこれが多分今回初だと思います。そうですね、うん、前にちょろっとやってね、あアプロと違うなと思ってやめたんだけどね。今回もう一回再チャレンジということでね、はい、行ってみましょう。一発勝負、まあエキシビション、はい、これ日本のプロ野球ね。そうですね、97年なんで一郎はまだおるはずなんだな。なるほど。俺毎回そういう時ブルーウェーブ使うんだ。じゃあ俺どうしよう、タイガース、ジャイアンツが最下位になった時かなこれ。なるほど。あ、どれ使うの、どれ使おうかな。なんかカープが強いな。なんかカープしてみようか、誰がおるか知らんけど。これ何、あこれは DH のあれでしょ。あこれでやるんか。はい、ストップ。もうでな。俺毎回高校かな。緑、緑、何緑、知らん、昔の彼女。もみじちゃん。違う違う、じゃあ他どうなんだよ。馬かドームちゃん。そのまんまや。ウイロードームちゃん。ウイロー、そんなドームあっていいのか。あーデイト、うん、これが、あー星野ね、うん、星野、アジアの魔球スローカーブ、まあスローカーブっていうかストレートもスローなんやけど。あそうなんだ。キャッチャーに素手で取られたんやから。へへへ、ほんとに。この人はフォークボールピッチャーね。うん、水もあと全然なんかいまいちわからない。パッド戦、パッド戦も、パッド戦はよう言わん。意外な出遅れストッパーって書いてあるて。え、意外な出遅れストッパー、ほんとだ。すごい言われ方やな。平井は球速いやつやろ。なるほど。あ、野村ってあいつかな、あのメジャー行く野村かな。うん、ブリュワーズ。そうなんですか。そうそう、まあ星野さんですよ、言うたら。なるほど。で、お、イチロー、イチローおるね。田口、おお、ええやん、いいね。まあ、ニール、ドネル、それよくわからんけど。うん、あ、谷がおる、谷が。おお、谷を使う。お、期待のアトランタ五輪組。アトランタ五輪。風太とかが出てたやつや。古いな。笑ってしまうな。ちょっと。こういこう。この外野陣でやったんよ、昔。なるほど。谷も本当はメジャー行けたからね。あー、うん、まあ。行けたって行けるようなレベルやと思うよ、才能は。なるほど。すごい選手やと思うんだけどな、なんでいかんかったの、うん、若い頃からいぶし銀やって。そんな選手おらん。もう今監督やけど。これでいこうかな。はい。はい。お、黒田やんか。お、黒田。王の、王のやんか。王の、うん。説明無用のベテラン。説明してほしいけど、まあいいや。で、黒田2人おるけど。まあ、そんなうちの黒田選んで。あ、なるほど、うん、あ俺の時そんなことなってたから、まあいいや。で、笹岡さんね、黒田でいきます。黒田でいく。野村、まあ、これは強いわ。野村、尾形、前田、江藤、金本、ロペス、もうこの時点でもう点取れるやん、全員。なるほど。あで正田か、西山、穴ないやん、このチーム。ないね、ないねって。キムタクまでおるし。ああ、この、うん、これ、うん、ポソ、マサダ、正田やろ。ああ正田多分。に名乗り上げ。とりあえずもうこれでいきます。これでいくの。はいはいはい、はい、やっていきましょう。うん、回は3回だからね。はい。だいぶ超短いスパンでいきます。はい。あ、1番誰だ。あ、田口か。田口どうやって振るの。
あー A で振るみたいな。お前なんで辻って動いてんの。いや、なんかわからんけど動く。あえ、な、何なんか A 変わったね。 A 変わったね、急にん、どうやって行くの。タニア、左足浮いてるけど。そんな打ち方ある。え、お全然取ってくれん。ん、あれじゃない、これじゃない、あ、黄色いやつやる、投げるんじゃない。黄色、うわ、めっちゃ声援するやん。すごいな。なんで黒だ今。落ちたってなんかぶつかったような気がするけど。いや、いい素振りだ。おおおお、あ、なるほど。え、全然ちゃうやん。え、どうやって投げたの。あ、なんか指定してやるんじゃない。え、用じゃないな。今練習中やのに。何が用じゃないんだよ。試合中だろ。それ走るさ。この振った後のこのあれはすごいリアルよね。うん、いった、人すごい、あの手抜きのニール。そうね。え、俺なんでなんで一塁ばっか投げてんの。お前と西山とロペス仲いいな。そんなつもりはないんだけど。さあ、ドネルス。何あれ、それなんの。一郎の時もやってたよ、それ。勘違い野郎に思われるよね、黒田が。一郎っつってのに。自分が応援されてる。そうそうそう。落ちたっていうか、ぶつかってるんやんって、毎回。取れ取れ取れ、取れる。なんで戻らんの。よし。ファンの声やる。ファンの声やろ。近いな。入ってるやろ。入ってる、入ってる。大島。当たってると思うけどな。バントのような、あ、なんだあれ。なんかこいつ持っても投げんな。いつになったら終わるやんこれ。あとワンアウトなんやけどな。あれ投げてくれ。なんか盗塁成功してるわ。なんでバントしようと思ったんやけど、なんかちょっと触れんかっただけや今の。金本減ったやな。え、バックホーム。なんでバックホームしたの。分からんけど、あ、違う、だからなんで一塁なんよ。そんなバカな、ロペスの方が足速いって。逆転っていうか、逆転やーって、カープやのに。球種とかどうやって選ぶの。分からん、適当に方向をやって、投げれるときは投げれる。ほら、え、スクリュー。これ変化球決めれんのやないん、多分。決めれんの。そんなことある。そんなことないと思うけど。めっちゃ知られてる、近くで。遅いな。遅い球が売りだからね。バカ者、ニール。突撃。いやもう、ライトが来いや、イチロー。イチローおらんなっとるやん。ゆっくりやな。早っ。なんかすごいいろんな球投げるけど。江藤や。江藤。基本的に左足上げるタイプが多いな。うん。え、これで投げれて。え、なんでそれでシュートになる。
あ、わかった何これ投げた後変化球決めるんや。なるほど、そういうことか。うん大発見、大発見の1回でしたやる前に覚えとけって話だけどねその通り。あーなるほど、あれチェンジアップデッドボールやん。ただの今ストレート投げた。いやフォークのつもりやで投げてグイーって押しとくんやん。どうフォークのつもりやったんやけどなちょっとちゃんと下になったよ。どうやった、フォークや俺適当かねえ投げろよ。投げれんの、な、なんやろうね田口おい、なんかマスコットがおるやんか。おるね。スペースワールドみたいなやつあれブルーウェーブのやつやろそうそう、なのになんかスペースワールドみたいな関連会社なんかな、わかる。何やってん、いや点取ってるやんそうやね、それでやじられることもないやろ。なんとか乗せた、ひどい試合やな。ひどいねいや絶対これ俺の説が正しいやんて。何も押さずに押してチェンジアップ、あ、おかしいな。いや正しいぞ、でもやっぱりカーブ、うん、じゃあ俺のやつがおかしいやん。おお何、一番ホームラン入ってないでおかしいけど。え、次行ってや、次行ってや、次行ってのは A とあれや、ほう何くるくる回すやつで盗塁は R1 や。なるほど、あ間違えたあ、分かった。これやっぱあの、この十字キーと、十字キーっていうもの真ん中のぐるぐると A、うんうん、基本 A、 基本 A、 うん打った、大丈夫大丈夫、間に合うからなんでおらんの、よし1点返した。ちょっと待って、これ良さが分からん背中切りをしようとしてるようなよしよしよし、頑張れ頑張れよしえ、なんか両方とも残ったぞ。なんかすげえ曲がるやろしょぼいなよし危険は犯さん、危険は犯さんっていうか犯せんの間違いでもあると思うまあね、操作できんから、うん、見る、なんでファーストが離れるのあいつ、わからん、お前ファーストやろボールそっち行ってないの、なんでファーストが離れるのお前、そんなセオリーで度外視した野球あるか一周アウト取れんわ。なんかこう、もうちょいシャープに触れんの、はい、なんかダラーンって感じの何がいや、普通に振ったらなるってほら、ほんとやってみ、ほらほんとや、ほら、なんかちょっと遅いや今の監督やぞ、尾形今なんか遅いんやって、あ、ちょっと待ってほんもんな言われた、その通りだ一郎から、うわ、カタカナばっかだな分かったよ、もう最初から間がおかしいわ一郎、一郎かこれ
どっちかってこの中村明に似てるのよ。そうやね。うん。うわ、ゴルフのような。誰もこん。あれ？あ、ごめん。進むが B やった。B か。今 A 連打しても動かんおかしいと思って。ニール。ニール。違う。逆やん。糸井現象が起こったやん。なんか狙っとんな、黒田が。なんか遅くな手を使おうとしてる。オッケー。取り行くの遅いな、尾形。もう奥行くやん、これで。どっちが早いかや。あ、俺の方が早かった。なんて方だよ。このバッターはドネルス。なんかブワッとしてんな。そう、何これ、バグった。バグったか。さあ気を取り直していきましょう。はい、やっていきましょう。もう終了間際やったやん。なんなん。まあ、なんちょっとアクシデントがあったんですけど、まあでもグダグダやったからもう一回やり直す機会ね。はい、もう操作方法は覚えてるわけやな。そうですね、ある程度な。うん、チェンジアップか。早くない？なんか早いよ。おっ、ヒット。おーしゃ、OK。 やるな、工藤。工藤ちゃうけどね。え？なんだっけ。黒田や。黒田やで。普通に俺工藤やと思って喋ってた今。なんかのなんやろ、ボケでもなんでもないな、あれ。コナンかと思って。もうちょっと、もうちょっとで俺せやかで工藤っていうとこやった。すごいな、一郎人気が。すごいね、やっぱ工藤相手やと。黒田やけどね。違うわ、声援も。あ、今の何？フォーク。てか、なんか当たって落ちちゃうな。ストライク。いい素振りだ。いい感じ。フェア。いや、ファウルやろ。ええと困ってんな。よし。白がありえんと振るな。うん、星野。星野調子悪いな。それ星野やで、野村やろ。あ、野村か。野村寝とるやん。ああ、コンパクトに。コンパクト打法。そう、信じられんぐらいの涙みたいなのが、なんか何だ、水は汗かもしれん。いや、じゃあ、なんで大島が、大島がなんでファースト行くんか、お前、トデや。ミユが取りに行く球か、あれ。違うね。わかる。こやわ。オッケー。あ、違う違う。素晴らしい。びっくりするわ。突然横から言われたら。結構近い。近いよな。穴掘ってそっから見てんじゃないかっていう。モグラ。モグラの観客が地底人。どっちなん。なんでバックホーム。あ、バックホーム。お、合ってる。違う違う。どうです、あいつリチギだな。やな、帰らずに。モグラで行こう。あ、さっきの話かいな。何だっけこれ。あ、ニール。ニール。30本打ってるのがすごいな。そんなチェンジアップある？横行きすぎじゃね？振ってるけども。おー、急げ、金本。
名球会金本全然投げよらん。なんでファースト投げるんそれで。分からん。俺 A で押すんよ。 A で A とちゃんとあれ右左で黄色の黄色じゃない。あ、黄色じゃない、この真ん中のこれ。ああ、なるほど。うん、もう喋りながらどんどん容赦ないな。来たろこれ、完全に来たよ音やんこれ。全然いい、どん詰まりやん。あ、なるほど、だから俺爆音ばっか投げてたんか。オッケー、ね、投げれるやろ。なるほどね。前、俺教えたんやけどな、投げれるやろっつって。前、ちょっと前にこれなんなんやろ。なんやキラカード拾ったぜみたいな。黒田が二十歳超えてるぞこの時。入団当時から二十歳超えてるのに大卒だから。ならありえんね、遅すぎるよそのテンション。お、謝ってんのかな。すごいバッティングフォーム。見わ当たりそうもないな。岡は、もが当たりそうもないな。バッター止まってるんやけどな。あー、なんで避けるの。江藤が見過ごした。江藤急げ。江藤遅いな、トンナが遅くていつも点入る。いろんな角度からバッターボックスに向かうね。そんなことされても結局やること変わらんのに。あれは今の当たったような気がしたの。うわー、よし、さすがにピッチャーには打たせない。危ない、なんちゅうシュートや、早すぎるやろ。ツーシームやないんかもそれ。ああ、気づきよった。それストレートか。ストレートです。シュートと同じスピードってすごいな。すごいね。3点リード。こうやってピッチャー変えれる、変えれるんだよね。ああ、守備じゃねえや。ピッチャー交代、あれにしよう。野田、野田、お化けフォークの、おっし、よし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 、オッケー、金本やったね。まあまあ初ヒットね、くれてやりましょう。ロペス打てるよ。あ、間違えた。普通に合うて。別に今盗塁させる気なかったのに。ロペス打つな。なんか今ファッチャンみたいな。なんか甲高い声か。そうそうそう。っていうかね、フォークが投げれんだよ、うん、よし、オッケー、お、野球っぽい。ねえ、最終回や。最終回や。普通の野球じゃありえん。長いな。間が長い。谷。やわらちゃんと結婚するというね。そうだね。そんな選択普通ありえんねんけど。するかっていう。それは人それぞれやろ。普通そっちの選択なんか普通ないやろ人には。いや、その柔道でなるかなっていう。なるほど。なんかアスリートとして見て終わりのような気がするよ。なるほどね、うん、まあ確かに。ダルビッシュだってプロレスチャーはレスリングの
人と結婚してるけどさ、うん、再婚やもん結局、うん、一発目は結局あのタレントと結婚してる。そうやね。しこたま慰謝料取られる離婚して、うん、やっぱアスリート同士の方がいいんかなかもしれんね。気持ちがわかるんか知らんけど、例えばフィギュアスケート同士やったらわかるけどね。なるほど。なんか同じ同業種で、でも野球ってそんなんないやんか。うん、女性はおらんやん。うん、それはなかなかね、わからんねんけど。ましてや柔道って全く畑違う。うん、オリンピックかな。なるほど、オリンピックで。そうそう、分かってるやん、もう裏やもん。そういや、俺投資変えるの忘れてた。ずっと同じやろめちゃくちゃやな。3回しかないもん。左で行こう。全然思った通りの球種が投げれんのやもん。なんか西山代打。ああ、いいね。西山に対して代打。誰を、誰を出そうかな。町田か浅井。そうね、肩強いもんな。うちあんま関係ない町田で行こう。町田うわ、回すタイプやん。調子乗ってくタイプの。よし。あ、空気読めよ。やっぱそっち系やったやん。黒だ。カーブか。黒変えりゃいいのに。あ、だ。よし、黒だ。ダイソー出せばいい。ダイソー出そうか。なるほど。あの野村も代打出した方がいいと思うな。まず代打浅井、うん、ダイソー木村、誰出すの。ポスト商談なのに、うん、木村と変わらん。誰が帰らない。あ、こいつびっくりするわ。オッケー、よし、よし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 、オッケー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 、次行きなさい。おお、ちゃんとコントロールできてる。はい、よし。あ、待って、もう、あ、いいいい、いけいけいけ、よし、1点入った、やっとや。ああ、進化あれストレートっぽいけどね、うん、変化してない相当横に投げて曲がってきたんやろ。当たった。ファールやけど。ん、うん、近い。やっぱモグラが喋りかけてる。モグラが近くで。そうそう、耳元で。平井、よしよし、これはこれはあるんじゃない。満塁や。満塁。金本、金本早いな。早いな。これはあー全然やん。終わっちゃった。終わってしまった。え、なにこれ、なにこれ。まあこんなもんでしょう。ナムコスポーツニール決めたソロアーチ。もう新聞。おお、あ、ホームページや。あ、ホームページ。うわ、こんな Windows のこの98とかの古っやつやろこれ絶対ね、うんうん、あ、これで見れるんや。あー、すげえ、こういう、こんなん凝っとるやんか。凝っとるね。これ今のパワープロにもないよ、これ。うん、こんなね、ないね。
この当時でインターネットで見るんやっていうテンションなんや。なるほど、すごいね。作ってる人がどんだけ、うん、あ、ちょっと待ってよ。本トップに行って。本トップあなたは一人目のお客様です。こんなんもやってんのでもそんなホームページあんのか一人目とか解説したてやなあ言うても自分で出たり貼ったりするからそんなもん、うん、まあ、はい、今回はこの辺で、ね、ブルーウェーブ勝ったということで終了したいと思います。俺進んだらどうなるのこれ。何それ進む、進み方わからんあ、戻った。はい、ということで今回はこの辺で終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次回何かのゲームでまたお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。